なんでお前いなそんテンンショいや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 うんどうしたんどうしてないいややっぱ女性がんかなって始まってねやっぱりそんなに俺嫌だいやいやいややっぱりさラジオもやるかもしれないって話を聞いたらあじゃあ俺と井上さんだなそいうに思ってて俺もねまあ原作の方では絡みの多いね沢城みゆき城とできるんじゃないかとねそうそしたらさなんか事務所から聞く前にね の、俺とやるらしいぜ、とかって言うからさ、ええみたいなね。確認したら、おい、そうですよ、とかって言われて。えそれはないだろう、みたいな。こいつひでえないや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 。本当に。俺のこと全く何とも思ってねえじゃねえかよく。確かにさ、あの、ま、ここで僕らの関係を話しますとね。実は僕らここで一緒にやるのは初じゃないんですよ。初じゃないんだよね。これ初じゃないっていうのもちょっと不思議な感じなんですけど、実は養成所が同期なんです。そう。同じクラスだったりしたわけだんでね。そう。だから、意外とここら辺は知った仲なんですよ。そう。 そう。だから、こういうふうに、ま、言い合いもできるっていうわけでね。ま、今回、あの、前野くんとは、あの、ま、ラジオは初ってことなんですけど。ラジオは初ですね。そうそうそう。だから、皆様にお目見えするのは初なんですけど、実はここ仲いいんだよ。そうそう。すごい仲いいよね。そう。終わってからもよく飲み行ってるしね。そう。いや、行ってる行ってる。そうそうそう。いや、ま、あそんなね、お二人でね、ちょっとやってこうとは思ってるんですけども。はい。さあ、男子寮パートはね、女子寮のようにね、そんな優しい感じでは行きませんよ。そう